はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッドイランプレイの続きをやっていきましょう。前回イラクと戦争を行って、イラクを平らげたというところまでお届けをさせていただきました。今回はその続きになります。基本的にはね、戦争による領土拡大、影響力拡大という路線を取りつつですね、陣営の立ち上げを目指していこうかなというふうに思っています。ただ陣営を立ち上げる頃には周辺国を平らげている可能性はちょっとあるかなと思うので、そこは状況を見極めながら今後の、戦略を練っていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。戦争を、始めていくにあたって周辺国への、戦争の正当化が結構もう時間がかかる状態になってきています。例えばクウェートに対しては1842日かかりますと、ちょっと現実的じゃない、ゲームの中ではね現実的ではない日数がかかる。ドバイに関しても同じ1840、今同時にね戦争の正当化を行っているというのはもちろんあるんですが、それにしたってちょっとかかりすぎじゃないですかというのはあるので、本当にここはね、ちょっとこの先の進め方を考えなきゃいけないかなと思います。もちろんイスラエルと開戦したら、あるいはトルコと開戦したらアメリカが漏れなくついてくるというのがあるので、それらのねタイミング、開戦するタイミングももちろん考えなきゃいけないんですが、それにしたって今全然足りてないのがこのタングステンなんですよね。民事工場を獲得して、民事工場によって貿易をしてタングステンを補給するっていうことをしていきたいんですけど、現状なかなか、その状況に持ち込めていないというのがあります。なのでどうしようかな。一旦アルミに関してはちょっと減らせる、輸入量減らせるなら減らしたいよね。7でしょ今。これをちょっと減らして、それで余裕を持たせたいなっていう感じはするんですけどね。民需工場に余裕を持たせて、その分を建設に回す。で、建設に回せれば、民需工場が早く立つ。ちょっとね、そういうのを考えていきたいんですけど、今だと、このアーザルバイジャンに作っている原子炉が、いっぱいいっぱい使っちゃってるので、建設に必要な民需工場、あまり良くない状態なんですよね。となると、どうだろう。貿易関係のところで、ちょっと妥協というか、ある種の、リソースの、バランスを取るという意味で、民需工場の、建設へのリソースの割り振りっていうのをしていく必要があるかもしれないですね。ちょっと悩ましい、ここは本当に。で、この先の研究枠、ちょっとドカドカっと出てきたので見ていきましょう。まずは、陸軍のドクトリンなんですけども、今選べるのが分散支援。で、これ、法列の回復率がプラス 0.2。で、もう一つが統合支援。で、対人攻撃力、指揮統制率プラス10、こっちだね。統合支援。対人攻撃力と指揮統制率のボーナスを得ていきましょう。で、あとはですね、支援のところで言うと、もうね、野戦法、対空砲はマックスまで来てしまっていて、これを変えるつもり、予定は今のところないと
いうところなので、このままいきます。ドクトリーも入れてるしね。支援中隊ももうパンパンに入ってきているので、空軍のところかな。マルチロール機、これももうマックスまで上げちゃってるので、もう次行くとしたら、このガーヘル。2030年のものになっちゃうので、一旦これも置いておきたいですよね。で、光学のところももうこれといってどうしても欲しいものはない。研究速度プラス2%を得るかどうかだな、この現代型ハードウェアを入れて。これもちょっと悩ましいところなんですが、であれば、やっぱり、この先、世界に打って出るために必要となる海軍、ついにミサイル巡洋艦の建設着手に入りましょう。前回もちょっと検討したと思うんですけど、タングステンと鉄ですよね。これが得られる場所への進出を基としたい。トルクメニスタンに侵攻すれば、鉄とアルミが微量手に入りますね。ただ、あくまでも微量。アフガンに対しても同じですね。鉄が微量。ああ、パキスタン併合すると鉄がそれなりに手に入るな。パキスタンに対しての戦争目標の正当化、考えますか。1430日。まあ、3年、4年、4年以上ですね。5年近くかかるという現状を考えると、これも現実的じゃないな。ちょっと同時にね、戦争の、正当化を行っているというのがあって、時間がかかってるんですけども、まあ、トルコだったらね、もうすべてが一気に解決する。鉄、タングステン、アルミ。いや、これトルコの併合だな。トルクメニスタンの次はトルコにしましょう、標的を。ちなみに、トルコとの戦争を想定した場合ですが、NATO 陣営に属しているトルコに対して戦争を仕掛けたら、その時点で NATO との戦争になるな。これはちょっとありえない選択肢だな。ありえない選択肢を採用するのは、もうこのゲームを終了しますって言ってるようなものなので、ちょっとやめましょう。となると、やっぱり、サウジなんだよな。ただこのサウジ、もう、陣営立ち上げてるからね。まあ一応、サウジにはただ、戦争目標の、正当化を行っておきましょうか。どうしても、必要になってくる部分にはなりますからね。まあ、その来るべき時のために軍事力の強化はね、引き続きでやっておきましょう。どうしてもこのままのペースでいくと、国際緊張度が高まってくる前に、下がっていくっていう方が先に来てしまうというのがあるので、あまり陣営の立ち上げが現実的ではなくなってきているという状況を考えた場合ですね、サウジと単独で戦争をするということになると思うので、ちなみにパキスタンとかにさ、同盟、なんとか、結びたいよね。あとはこのクウェート、カタール、アラブ、こういった小国、バーレーン含めて、こういったところを味方につけられればいいんですけど、これまでの所業からすると、とても味方になってくれる感じはないと思うので、ちょっと難しいですかね。そうすると、軽戦車はマックスまで入りましたね。では、こちらはフリゲート艦を進めていきましょうか。
ファラクじゃない、ファラクじゃない。スルファ。これで OK。あ、あとミサイル巡洋艦の1が早くも研究が終わりましたね。これはミサイル巡洋艦の2をサクサクと研究進めていきましょう。では、ここからしばらくね、時間をドカドカドカーと進めていっちゃいましょう。フリゲート艦の3が完成してますので、フリゲート艦の3を次に進めるのと、現代型戦車もね、先に進めていきましょう。2018年モデル。ゾルファーガル3。で、今お話したフリゲート艦ですね。フリゲート艦も4のものを作っていきましょう。ちなみにフリゲート艦は4の次は5になると思うんですが、5はここだな。2012年モデル。では研究が一気に進んでますので、その状態から状況から、整理しておきましょう。まず平坦爆撃を入れています。空軍のドクトリンですね。でミサイル巡洋艦は2から3へと新しい研究に進めています。でまずはフリゲート艦ですね。これを新しい世代のものへとチェンジをしていきます。フリゲート艦は5へと進みましょう。こちらですね。で、現代型戦車もティアン、MBT。これに研究のステップを進めましょう。で、もう一つ、陸軍のドクトリンなんですけども、ここもね、新しいところに進んでいけますので、新しいところへと進んでいきます。この連帯戦闘弾ですね。対人攻撃力 25%、指揮統制率プラス 10%。これを得ていきましょう。で、それに伴って、装備の方が、ゾルファーガル2。これがね、3へとアップデート。で、あとはですね、フリゲート艦。これを4へと新しく変えていきます。ちょっともったいなかったかな？まあいいでしょう。ゴールベットはもう一番新しいところまで来てるので、このまま進めていきます。で、さらに、師団。これを配備していきましょう。さて、アジア経済防衛連合なるものができてますね。中国指導体制が、AEDU。これがアジア経済防衛連合の創設を発表し、新しい国際同盟が世界の舞台に現れた。もし地域大国が新しい軍事力と経済圏で連携するならば、確実に地域内での中国の力は増加するであろう。まあ、覇権をね、今中国とアメリカでもろに争ってます。そういう時代の背景が、このハーツ・オブ・アイアン4の現代モッドの中でも、まあ、反映されているという状態ですかね。ちなみにですね、GM マップ見ておくと、AEDU。特に AEDU に入っている人いないように見えるけど、AEDU に他誰か入ってるのかな？まあ、NATO はご覧の通り入ってますよね。あとは、
サウジを名手とする陣営。AED は中国以外誰も入ってないように見えるな。ただ陣営を立ち上げたので今後ね、まあ、日本をはじめアジア、東南アジアの諸国が AEDU に入る可能性はあります。いや、なんなら、我々も AEDU に入れてもらいたいぐらいですからね。結局、新しい陣営の立ち上げが困難を極めているので。では、パレスチナに対する外交をちょっと入れておきましょうか。イベント、パレスチナ政策が発生するということで、これ見ておくと、ちょっと時間止めますね。これ見ると、パレスチナを支援、イスラエルを支援なんですけど、もちろんパレスチナを支援するしかないので、パレスチナを支援していきます。で、ちなみに、台湾に対するを入れると、これ、中華民国を支持するか、まあ、いわゆる台湾なのか、中国なのかっていう二者択一ですね。まあ、ここは、いわゆる中国でしょう。まあ、台湾に味方、個人的にというか、その、中国と台湾どっちが好きかとかっていう話を抜きに、このゲーム上での損得を考えたら、中国につく方がいいですからね。アメリカとは敵対するので。ちなみにパワープロで新しい強キャラ、野球マン5号、みやびちゃんが登場してますね。僕、ミカミックスがね、どうしてもパワープロやってるので、ミカミックスのイメージがこのチャンネルでは強いと思うんですけど、以上僕もパワープロアプリの方はやってまして、まあ、それなりに美課金で、ずっとアプリがリリースされて以降、ちょこちょこプレイをしているので、まあ、それなりにキャラは揃ってきてるんですけど、どうしても PSR がなくてね、重課金しないとやっぱり PSR はなかなか、潤沢にはおそらく入ってこないんじゃないかなと思うんですけど、まあそういった、まあ諸事情もあってですね、なかなか、次のステージに上がれないでいるというところなんですよね。ちょっとこの後、なんならというか、普通にというか、お見せしていきたいなと思って、2030年式のカラル。現代戦車2030年のカラールがちょっと無理だな。これ574日かかるでしょ？これをかけるんだったら、どうだろう。他の2030年の違うものに使っていく方が無難なのかな。今のところ結局ロケットエンジンは全く手を入れていないところなんですけど、ロケットエンジンを入れて、まあ補正がかかるのが、ロケット砲兵。あとは自動車かロケット砲兵の対人攻撃力が 5% ずつ上がりますっていうところですかね。これにだから旨味があるのかっていうところかな。今のところロケット系の手段は一切用意していないので、あまりちょっと美味しさが感じられないよな。そうするとこの資源の採掘効率アップ入れておく？これ最終的に資源の採掘効率プラス 10% プラス 10%プラス 10% と3個入るんで、悪くないですよね。これを入れましょう。で、現代型戦車はテクノロジーリフレッシュをかけていきます。もう全然足りなくなってるな。鉄。まあ、アルミはね、まあ、多少という範囲だと思うんですが。うん、ちょっとね、皆さん退屈されると思うんで、僕のゆでキャラボックス、SR のものだけちょっとお見せしましょう。パワープロの話ですね。なるみはね、PSR のプラゴまで
行きましたと。あとね、佐伯パイセンも PSR のプラゴまでね、もうコツ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 貯めてきました。で、今ね、カナナギがやっぱ強いんですよね。シラスの強化で。まあ終わっちゃいましたけど。あと、オクタビアもね、SR ですけど、プラゴまでちょこちょこ貯めてます。あと、暁守くん。これ PSR のプラス4まで来ました。まあ、あとね、1個がなかなかいかないんですけど、あとそもそも、まあ、いわゆる覚醒が来ているキャラクターなんですけど、覚醒が来ていたとしても、覚醒させるための、なんか当主の本みたいなのがなくて、覚醒がさせられないんですが、まあ、いずれ覚醒が溜まればね、できるかなっていうところで、まあ、楽しみにはしているキャラクターです。で、これ見てもらうとわかる通りですね、結構 SR のプラゴとかが溜まってきちゃってて、できればやっぱり PSR がまとめて欲しいなーっていうところではあるんですよね。セルビアが NATO に加わるっていうニュースが入ってますね。で、それとは別に空軍のドクトリンですが、まあ、ここは夜間を入れるか、昼間に入れるかっていうところなんですが、どっち行ってもどっちもどっちなんで、その次を見ますか。次を見ると、護衛戦闘。あとは、絨毯爆撃。どっちもどっちだな。絨毯爆撃の方、じゃあ将来的に入れるとして、夜間の方へと舵を切っていきましょう。でも、マグロとかに関して言うと、SR のプラゴが2枚プラス普通の SR が4枚とかっていう状態になってるんで、もう本当に PSR が来てくれない限り何もできませんっていうね、ちょっとそういう状態なんですよね。そこがちょっと本当に、まあ言ってみればもったいないというか、どうしたもんかなっていうところなんですよね。まあそういう意味で言うと、友沢とかももう同じ感じですね。完全に余っちゃってる感じです。どうしようかな。そしたら、ちょっと踏み込んで、潜水艦の5の方の研究に入っていきましょう。まあ、こんな感じでね、結構余っちゃってるので、PSR がね、パワープロも来てほしいなっていうところですかね。あとは、ナルミユートが PSR プラゴで SR が何枚か余っちゃってるんで、別バージョンのナルミとか来てくれると、まあ、さらにテンションが上がるかなというところですね。という話をしているところで、トルクメニスタンに対しての宣戦布告が迫ってきてます。確認しましょう。これが10月の16日なので、もうあと、ゲーム上の時間ですが、10日ほどで宣戦布告が可能ということになりますね。ま、開戦と同時に一気にトルクメニスタンを食うと。いうことになると思います。では早速宣戦布告をしていきましょう。先に宣戦布告しちゃいます。これでもう勝手にザッコザッコ進んでいってくれると思うんで、国力を考えた場合で圧倒的にこちらが有利な状況で滑られるのかなというふうに思ってます。で、その他なんですが、どうする？そろそろ、陸軍の装備、最新化を考えていきましょうか。2025年になってますからね。
では進撃を開始していきます。どうなんだろうな、トルクメニスタンの国力考えた場合、ここまで連戦連勝で来ている我がこのイラン軍、このイラン軍の前には敵ではないんじゃないかな。なんといってもね、いくつもの戦争をすでに経験してきている精鋭中の精鋭、それがこの革命防衛隊。これでさらにイランの領土が広がったという状態ですかね。あっさり取っていきましょう。さあ戦争終結です、まあ、圧倒的な国力を、生かして全ての州の割譲をさせていきます。これでさらにイランが領土を広げましたというところになりますね。民事工場が増えてこないので、まあ、苦しいところにはなりますが、まあ、一旦これで領土を広げたという状況です。でこの先なんですけども、まずアフガンですね。ちょっとアフガンへの戦争の正当化が終わる時期を確認しておきましょう。これが2026年の10月なので、まあ約1ヶ月、1年後ですね。で、さらに見ておきたいのがサウジ。これがですね、一応終わるのが2028年。で、イスラエルに関して言うと2028年1月。28年1月まで3年弱。ありますけど、この間にアメリカとの戦争を想定した軍の強化をしっかりやっていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。